皆さんこんにちは、おふんです。今回はですね、ずっと気になってたオリーブヤングさんのですねスキンケア用品を大量にゲットしましたので、その紹介をしていこうかなと思います。今回ですね、1500円オフになるスペシャルクーポンがありますので、ぜひ概要欄の方をチェックしていただいて、お得に商品をゲットしていただけたらなと思います。ではぜひ最後までご覧ください。スタート。スキンケアの前にですね、まず洗顔料から紹介していきたいと思います。こちらです。じゃーん、ティーツリートラブルクレンジングフォーム 300ml 入りでございますね。これはなんかね、洗顔、普通の洗顔ネットに2センチほどをこう出して泡立ててチューブタイプなので、そうやって使うんですけれど、これはね、すごい、敏感になっている、季節の変わり目とかで敏感になっているお肌にも全然刺激を感じず使えて、洗い上がりはさっぱりなんですけど、肌がもちもちしてる感じがすごい私お気に入りですね。で、このクレンジングフォームの特徴としては、鎮静効果だったり、体とかの肌トラブルに、ボディトラブルにも効果を感じるので、さっき言ったように季節の変わり目だったりとか、お肌が結構揺らぎがちな時とかはもう安心して使える洗顔飲料になっております。続きまして、じゃーん、こちらでーす。もう早速スキンケアにここからなっていくんですけれども、これはね、こうセットになっているので、単体で買うよりも、まずお試しとしてライン使いのできるセットがすごくおすすめですね。クリーム、アンプル、追加のアンプルが入ってます。ちょっと開けていきたいと思います。でもパッケージからちょっと高級感があって嬉しいんやけど。で、こちらの特徴としては、濃縮された肌への栄養と保湿効果が結構あるそうですね。あ、すごい、めっちゃ気持ちいいし、もちもち。結構保湿効果が高いので、より乾燥肌でお悩みの方だとか、お肌に栄養を与えたいよみたいな方におすすめですね。次ちょっとクリームをね試していきたいなと思うんですけど、こってりした感じのクリームになってますね。こんな感じの、敏感肌の方にもすごくおすすめしたいんですけど、こうしっとりとね、栄養の膜を張ってくれるような感じがありますね。このセットはね、シワが気になるだとか、こう弾力がお肌に欲しいとかっていう方とかにおすすめかなと思います。で、オリーブヤングで販売1位の弾力クリームとなっておりまして、オリーブヤングの楽天だったり9点ショップでのみ単独構成で販売している日本製用のセット商品ですね。こちらなんですけれども、現在桜エディションで限定発売中ですので、ぜひお見逃しなくチェックしてみてください。続きましてですね、こちらのプロバイオダームリフティングコラーゲンスティックですね。こちらはですね、オリーブヤング弾力クリームの1位であるプロバイオダムリフティングクリームの弾力ケアの各成分を含んだクリーム層がですね、ここわかるかな、この2層になってるんですけれども、このオイルの層とクリームの層がね、二重になっているので、これがシワを効果的にケアしてくれるところがポイントだという風に話題になっているんですけれども、スティック状なんでね、いつでもどこでも手軽にこうバッグとかポーチからね、こうポーチからとか、手軽にね、もうほんとコンパクトなので、持ち運びが便利なところも利点かなと思います。こうスティックタイプで塗りやすいんですけれども、メイクの前後、いつでもこう必要な部分にスティックなのでピュッと塗ると、全然ベタつかないの、これ本当に全然ベタつかないので、優しくお肌のケアがね、目元のケアもできるので、それとあと口元とか首とかも、こう、たるみが気になるなとか、シワが気になるなとかっていう方は、こう2層になっていって、スティックタイプのクリームのものを持ち運んでおくのもすごく便利かなと思います。続きまして、じゃーん、こちらです。こちらもですね、日本限定、パンテノールシカブレミッシュクリームのセットになりますね。こちらのセットは、クリーム、アンプル、化粧水も付いているので、まず何からスキンケア始めたらいいかわからないっていう方は、このライン使いできるセットが本当にさっきみたいにすごくおすすめなんですね。早速試していきたいと思います。まず最初こちらのトナーからやっていきますね。最近結構肌がね、敏感になっていたんですけれども、このトナーは全然ピリつくことなく、
しっかりと鎮静されて保湿されてきてすごく気持ちいいですね。うん。トナーもついてるの嬉しいよね。そしてこちらのアンプでしっかり保湿していきます。ちょっと垂らして涙みたいになった。塗り込んでいきます。うん、さっぱりと冷たくて気持ちよくて鎮静効果を感じますね。でクリームもやっていきたいと思います。さっきのクリームとやっぱりこう見てもらって違うのは、こっちは本当にジェルみたいな軽さなんですよね。けどしっかりとこう鎮静してくれて保湿もしてくれるので、こう朝はさっぱりと、で夜に使いたいなっていう時はこう気になるところに数回こう塗り込んで睡眠パックとして使うこともすごくおすすめです。もう結構肌がねもちもちしてきたんですよね。鎮静してくれてすごく肌も肌質も良くなるのはすごく嬉しいですよね。こう敏感肌のトラブルを避けたい方、毎日使えるこう重くないしっとり感を探している方にすごくおすすめで、カンダニエルさんが宣伝されていますね。こちらは弾力系で、こちらが鎮静系がポイントなので、ぜひ皆さんの肌の悩みとかにね合わせて使い分けてあげることがすごくおすすめですね。続いてこちらなんですけれども、ヨモギカーミングインテンシブセラムですね。これは赤みの SOS 鎮静セラムみたいな感じなんですけど、ヨモギ成分の 70%高濃縮エッセンスで肌の赤みを鎮静してくれるらしくて、こう急な肌荒れだとか、こんな感じでテクスチャーをトロッと割としてるんですけど、かなりほんでこれ保湿されるんですよね。私事前に使わさせていただいてるんですけれども、すごいねいい香りするんですよ。赤みのひどい肌を早く鎮静したいという方とかにもすごいおすすめのセラムです。で続きましてこちらです。セラミドウォータージェルクリームですね。これは本当ジェルクリームで、あの半透明という形でですね、これもあのかなりそのこってりはしてないんですけど、いい感じの軽さと重さのクリームで、朝とかにもあの冬のちょっと乾燥している朝とかにベストやなって思うんですけど、水分タイプのセラミドで表面から奥までしっとりするタイプで、低刺激なんですけど、こう栄養分がね肌をバリアしてくれてるような感じです。続きましてこちらですね。こちらもクリームなんですけれども、ティーツリーシカスージングクリームですね。こちらはストレスを受けた肌バリアを強化する低刺激シカスージングクリームですね。こっちは結構白めのクリームです。でさっきのよりはちょっとこってり感じですね。90パウダー配合でテカリがなくベタつかずにさらっと肌の水分バランスを整えるという効果があるそうです。すごいいいよね。このベタっとしてない感じがねすごくいいんですよね。けど肌はちゃんともちっと保湿されてますね。で続きましてこちらの2点なんですけれども、こちらなんと日焼け止めですね。嬉しいことに、うん、グリーンティーシカサンローションとスティックタイプもあるんですけど、こちらがですね日焼け止めなんですけど、肌に痩せやすいのにしっかり SPF50 で、液状タイプは家を出る前にしっかり顔に、こっち液状タイプなんですけれども、こっちは結構家を出る前とかにしっかり顔だとか体にね塗ってあげるのが良くて、こっちはなんとスティックタイプなんですね。嬉しいことに、ここをくるくるっと回して出てくるんですけど、こんな感じでゴリゴリとこうやって塗れるので、ほんと手が汚れず持ち運びもすごく、ポーチとかにね入れて持ち運びも楽なので、すごくこれこの夏大活躍しそうやなと思います。そしてですね最後なんですけれども、唯一のコスメ用品なんですけれども、今回こちらアイブロウペンシルですね。アーティストフォーミュラトリムブロウペンシル01の私はディープブラウンを選びました。愛用してるんですけど、ほんと細くてですね、すごくシャープでタウン型シェイプで、一本一本ほんと描きやすくてしっかり発色するので、毛流れが自然にできるんですね。やのに落ちにくい、こんな感じですごい繊細な線も描けるので、眉毛の量がちょっと多めだよっていう方とか、繊細にブローを描きたいなという方にすごくおすすめですね。私も結構自眉が濃い方なので、うん、おすすめです。はい、ちょっとこんな感じで一応全種類にはなるんですけれども、私の今回の個人的ベスト3を発表したいと思います。第3位、じゃん、こちらです。日本限定パンテノールシカ
ブレミッシュクリームセットですね。スキンケアで迷うことがすっごい多いんですよ。けど、こうライン使いできるものがセットで入ってるから安心して使えるっていうのと、鎮静効果がね、しっかりあるので、顔のホテルを私は結構感じやすいんですけど、やっぱトラブルとかに悩んでる方にもぜひおすすめしたいなと思います。で、第2位はこちらです。さっきもすぐ紹介したの。スティックタイプの日焼け止めなんですけど、こう外出先で日焼け止めを塗り直すのって私すごいめんどくさくて、あのね、手がベトベトになるのとかがすごい嫌やったんですけど、これは本当こんなコンパクトで、しかもスティックタイプって本当に楽やし、あのズボラな私も続けられるなということで、こちら2位に選ばさせていただきました。で、第1位は、じゃん！ティートリートラブルクレンジングフォームですね。ね、あの、私、試してからこう、紹介させていただいてるんですけれども、やっぱり最近肌がね、敏感になって乾燥してきたり、吹き出物が出やすくて悩んでたんですけど、このクレンジングフォーム試したら、ほんと刺激を感じることもなく、こう洗い上がりはさっぱりなんですけれど、もちもちするのが気に入って、ほんで何よりやっぱ大容量なんで、300ml も入ってるんで、それがすごくお気に入りですね。すぐ泡立ちも良くて、で、泡切れもいいので、それがすごいお気に入りでした。そしてですね、こちらとはまた別でおすすめしたいんですけれども、桜エディションのプロバイオダームセットも、今限定で購入が可能なので、ぜひチェックしてみてください。はい、いかがでしたでしょうか。オリーブヤングさんでは、今回紹介したスキンケア用品だけじゃなくてですね、他にもめっちゃ可愛いコスメも山ほどいっぱいあるので、もう皆さんぜひチェックしてみてください。そしてですね、現在楽天スーパーセール開催中ということで、オリーブヤングさん最大 70% 割引、10倍のポイントが貯まるそうです。ぜひ一番お得にゲットしてみてください。でね、さっきも言ったんですけど、1500円オフのスペシャルクーポンがありますので、ぜひ概要欄の方をチェックして、お得に商品をゲットしてください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ほんなまたねー。